アメリカ植物庭園、アメリカ植物庭園、アメリカ植物庭園、英語名在ユナイテッドステイツベタニックガーデンは、アメリカ合衆国議会によって運営される国立の植物園。英語名の頭文字を取り、ユスピグと略されることが多い。アメリカ合衆国首都ワシントン DC のナショナルモール東端、アメリカ合衆国議会議児童の南西に位置する。広大な温室を有する。 建造物自体は大きく二つに分出されており、それぞれ異なった形で植物の生息地を噴している。園内は入り口で手荷物検査が行われるほか、植物庭園南側奥にはトイレも設置されている。植物庭園はアメリカ議会議事堂の議会施設や土壌維持の責任者である議事堂建築館によって管理されている。議会の保護下にあるにもかかわらず、 植物庭園は国民の休日も含み年中無休で開園れている。これは植物庭園施設がアメリカ社会全体に帰属していることも意味している。ゆえに使用や商用目的の催し物などで使用されることはない。アメリカ植物庭園はアメリカ合衆国政府によって1816年に建設が着工され1820年に設立された。 その後1838年、当時海軍に所属していたチャールズ・ウィルクスは、ビンセンス号に乗艦し、アメリカ合衆国議会から命じられた地球就航という探検任務へと出発した。この航海の期間中に、ウィルクスは、複数の生きた植物や、植物の乾燥標本を収集した。これは、19世紀に長期間の航海中に植物を、 生きたまま維持できるよう開発されたガラス容器である、ボードの箱を利用した初期の遠征の一つでもある。航海へ旅立った一団は1842年にアメリカ合衆国へ帰国し、それまで同国内で存在が知られていなかった大量の植物の集積をもたらすこととなった。植物の乾燥標本は現在スミソニアン博物館群の一つでもある。 国立自然史博物館により管理されているアメリカ国立植物標本館の中核をなす種類で構成されていた。また生きたままの植物と種子は旧アメリカ特許商標庁に設置されていた温室で1850年まで管理されていた。当時、植物庭園は植物を収容するために作られた建物で現在はリフレクティングプールとなっている。 議会議事堂のすぐ前方に位置していた。1933年、建物は議会議事堂のちょうど南西にあたる現在の位置に移された。これはそれぞれメリーランドアベニューを北に、ファーストストリートを東に、インディペンデンスアベニューを南に、そしてサードストリートを西に接する位置である。建物は1997年9月1日に改装のため一度閉園され、 2001年12月11日に再び一般開放された。この改装による閉園に際し、植物のコレクションはアメリカ植物庭園プロダクションファシリティの保管所に移されたほか、フロリダ州にある温室設備に改修され、また退避になるなどした。植物庭園は南にあるバーソルディ公園と呼ばれる温室も管理しており、デザインはその中心にある噴水も同じく、 ニューヨークにある自由の女神像を設計したことで有名なフレデリク・バルトルデによるものである。現時点では西にある庭園で建設工事が進められており、完成すれば植物庭園の別館となる予定である。2006年10月開館予定。なお、この新しく建設される予定の国立庭園は植物庭園国民基金によって資金が成り立っている。 アメリカ植物庭園は、温室、バーソルディ公園、プロダクションファシリティの3つの区域で成り立っている。園内の温室はそれぞれ、ガーデンコート、希少種、絶滅危惧種、植物探検、卵園、薬用植物、砂漠、オアシス、原始庭園、環境適応植物、ジャングルの10個ある、部屋と子供庭園、瞑想の中には、サザンエクスポージャー、 南向きの二つの中庭で構成されている。こうした数々の部屋は独特な植物を強調している。ほか、植物庭園が目指す目標を示すものでもある。園内で最も広い区域は、ジャングルの部屋であり、上部を覆う樹木の林間が、下からも上からも見えように開通路が設けられている。また園内は、エアコン設備がなく、オアシス部分と管理室を保護している。 各部屋はコンピューターによって制御されている。センサーによって室内環境が植物にとって最善の状態に保たれるよう自由に監視されている。湿度、日光及び気温は霧を散布させるシステムや収縮可能なブラインド、動く窓により調整されている。さらに園内にある全植物は人の手によって吸水されている。バーソルディ公園は インディペンデンスアベニューを渡り、温室のちょうど南側にある場所に位置している。この庭園の目標の一つとして、家庭でよく庭いじりやガーデニングをする人々にこう、訪れることで、様々なひらめきやアイデアを提供できるようにすることが挙げられる。事実、内部は構築された庭園と自然のままの庭園の双方が展示され、また彩りや形、植物を配置するテーマなど、 様々なアイデアあふれる雰囲気を漂わせている。公園内の庭園の一区画は、アメリカ野生動植物連盟、ナショナルワイルドリフフェデレーション、略称、NWF の野生動植物生息域プログラム、バックヤードワイルドリフハビタット、略称、BWH の一つとして認定されている。さらに、公園は、植物庭園の運営本部旨も収容している。植物庭園は、 植物の繁殖、収集植物の維持及び毎年訪れる展示会の時期のために、ワシントン DC の南西部にプロダクションファシリティ、生産施設として植物を収容し、育てることを目的とする施設を整備している。植物庭園は、ワシントン条約 CITES にも協力しており、 合衆国税館で発見された国内に持ち込むことのできない植物を引き取って栽培している。これらは、卵化や多肉植物の類に限られている。中庭にあるものを除き、温室にある植物は、熱帯産の種類を含んでいる。特に、瞑想の中庭は、非公式ではあるが、南向き、サザンエクスポージャーとして知られる。これには植物を世話する庭師にとって二つの意味がある。 一つは、中庭が建物の南側に面しており、より多くの暖かさが得られるということ、さらにガラスの壁で囲まれており、南方の井戸を噴する微気候を作り出す働きがあることが挙げられる。二つ目の理由として、中庭には、アメリカ南東部と南西部からの植物、微気候の空間内でなければ、ワシントン DC の厳しい気候に耐えることができず、枯れてしまうと考えられる。 がが植えられれてておりここのようにして訪るるる人々を南へ向けることができる子供庭園では子供たちに植物の面白さを知ってもらおうと温暖な気候で育つ様々な種類の一年草を使用するなど楽しさを重視した方法で植物を観察することができる。園内にはウィルクスが遠征から帰国した際に 持ち込まれた植物の現物に直接関連していると見られる四つの植物が存在する。ジャングルの部屋に置かれているシダ植物類の南洋流敏体、学名アンジーアプタースイベクタはウィルクスの船から持ち出されたシダ植物の直径の子孫にあたる植物であると信じられている。その寿命の違いを考察すると持ち込まれた原型の植物と同じものであるとは考えにくい。 しかし、シダ類は、世代交代を通して、自身の遺伝子と同じクローンを再び作り出すことが、可能であ、原型のものと部屋に栽培されている、現在の南洋流敏体の遺伝子が一致することから、この植物が直接派生したものであると、考えられている。ひどく青色がかった、ヒメオニソテツ、学名、エンセハラートスホーリダスも、不確かではあるが、 ウィルクスの持ち込んだ植物の一つではないかとされている。その大きさと考えられている年齢により、複数の学者が、この植物が1842年の遠征の際に、国内にもたらされたものの一つではないかと考えている。だが、初期の記録は、正確さを書いており完全なものではないため、このヒメオニソテツの場合に関しては推論の枠を超えないでいる。ガーデンコート内には、 サゴヤシ、学名、サイカスセルカナリスが植えられている。植物庭園は、オバナとメバナの二つの種類も栽培しており、どちらもウィルクスが後悔から持ち帰ったものである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。